皆さんこんにちは、 SD ウィンズのマサです。今回ご紹介いたしますマウスピースはこちらになります。じゃーん、 MC グレゴリーですね。はい、こちらのマウスピースを使用していた有名な奏者といえば、ポール・デスモンドとアート・ペッパーになります。この両名はですね、日本人のジャズ愛好家の方に、どんな奏者が好きですかというとですね、必ずといいでいいほど、名前が挙がるのがポール・デスモンドとアート・ペッパーではないでしょうか。彼らのですね、非常にこう深くて響きのある音に魅せられる日本人の方々はかなり多いんじゃないでしょうかね。はい、私もその一人でございます。このマウスピース吹いていて思ったのはやはり深い響きがしますね。なんかこう楽器のこう下の方をこうボワーっとこう鳴らすような深い深い、それでいて、ダークなですね、響きがします。はい、でカメラで拾えているかどうかわからないんですが、適度にですねバズの乗った、ような音もするので、音量自体はかなり実はこれでも出ているんですね。なのでアートペッパーやポール・デスモンドに憧れのある方はですね、ぜひこちらのマウスピースをですね、お買い求めいただくと、その片鱗が味わえるんじゃないかなと思います。ということで、今回は MC グレゴリーでした。またね。